安倍総理 TPP 交渉で農業食を守ると約束。安倍総理は今日行われた衆議院予算委員会で TPP 参加のため打撃を受けることが懸念されている農業に関して、農業は国の礎でなければならない、農業食はしっかりと守っていくと約束したいと述べ、交渉に臨む決意を表明しました。そうなったら食べるものね、大変です。少なくっていうか、安全なものが食べれるかどうか、安く食べれるかどうか、はい、それ非常に問題 で、うん、でかつ TPP に入って守れるかどうか、はい、守れません。また 100% 守れません。これは根拠なく言ってません。というのは TPP というのは先行モデルがあります、はい、まず NAFTA、北米自由貿易協定があり、これをですね改定して、米韓 FTA があり、はい、これを先行モデルにしてこの内容に付け加えて TPP 作るんだと、これははっきりとアメリカのこの TPP 問題の担当部局である USTR、アメリカの通商代表部のトップが言ってるんですよ、はい、だから間違いないんですね。日本の TPP 交渉参加、その問題点とは。先週金曜日、安倍総理が正式に交渉参加を表明した TPP、早ければ開催が検討されている7月の会合から交渉参加になるようです。カナダとメキシコ、これ今まで TPP は9カ国だったわけです。で、はい、そこにカナダとメキシコが加わって11カ国になる、はい、遅れてきましたね、はい、この遅れてきた2カ国に関しては交渉に関してはですね、そのルールに関しては9カ国のみで決める。そして、はい、この2カ国はですね口出しできない、再交渉できない、はい、非常に、まあ、ひどい条件を突きつけられたということを明らかにしたんですね、はい、で、このことはですね3月11日のに行われた安倍総理の記者会見で中日新聞の記者もぶつけてるんですよ、はい、ところが家庭の問題には答えられないとか、はい、そんな話は私たちは掌握していませんとか真っ赤な嘘を言うわけですよ。知らないわけがない。実は3月8日にもですね明らかになってるんですけど、このカナダメキシコが不利な条件を突きつけられているということはですね、安倍政権の前の野田政権時代から政府は知っていた、明らかになってるんですよ、安倍さんね、公式の記者会見で真っ赤な嘘を言っちゃいけない。週刊金曜日の最新号の特集、 3.11 から2年東北復興の壁から、注目の記事こちら。女性の視点が漁業の活力に、第6次産業化が復興の要。ね、農業でも漁業でもね、結局近代化とか機械化とか全くされない頃は、はい、もう本当に体力勝負だから男の力が最優先されて、その肉体労働力があるからこそ、それがそのまま生産力、生産高につながってったと思うんですね、でそんなところから男の職場だ、女あっち行ってろなんていう風な男尊女卑的なものが、まあ、構築されてきちゃったのかもしれないけれども、今日はね、女性だってね、まあ、車の運転から、はい、重機の運転からやろうと思えば何でもできますし、それから現実の問題、女性が働いてくれないと、ね、はい、困るわけじゃないですか。大変ですよこれ。女性の視点というのは高齢者のためにも、それからね、他のところで、まあ、体力がなくて仕事できなかったけれども、ここでちょっと一つやろうと思うような人でも、はい、できるような職場にしていくこと、ということはとてもね、労働力の掘り起こしという意味でも重要なんじゃないですかね、はい、